バスに中学生くらいのお兄ちゃんと、その膝の上に3歳くらいの弟が座っていた。アナウンス、次は〇〇市民公園前へ。弟、市民公園？兄、なわけあるか、市民公園だ。弟、市民公園。兄、市民公園。市民、弟、死んだ人がいっぱいいるの？兄、だから、死んでないから。市民公園だから。そうこうするうちに、バスが市民公園前を通過。弟、恐る恐る、窓から外を覗き。弟、お兄ちゃん、死んでなかった。歩いてた。兄、当たり前だ、市民公園だからな。弟、なんで？兄、一生懸命生きてるからだよ。吹き出しそうになったが耐えた。そして和んだ。